はい、どうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ドラゴン TK です。アンチルダウン。やっていきましょう。大会。これまでのあらすじ。アンチルダウン。みんなこれはちょっとやりすぎだと思う。いいじゃん、自業自得だって。ハナ、どうしたの？ハンナはどこに？ふざけただけよ、ハンナ。ここからか。いつもの通り。殺人来ますね。まあでもこれだったら単に、ま、最初にみんなに言いたいのは、冬のバカンスインブラックウッドを今年も開くことができて、俺の興奮度はマックスだってこと。俺はみんなとただ楽しい休暇を過ごしたいと思っているし、それに一生忘れない思い出を分かち合いたいんだ。その妹たちのためにも。それにサムに会いたいの？おい、冗談だろ。冗談だろ、シュラバー。どうした？ジョッシュの隣に衝撃的だろ。どう？バタフライエフェクト。バタフライエフェクト。いいね。こっからか。よし、行きましょう。あいつについていったらいいんかな。今日のアシュリー、いい感じだったよね。目立たないけど、いける感じの子っているじゃん。あの上着をパッと脱がして、スノーエンジェルでも作りたいな。どうだ？うん？こっちかな。ああ、確かにね。いつになったらハートを射止めるつもりなんだよ。夢の？また夢だよ。何言ってんだ、24時間ほとんどお前と一緒にいるじゃねえか。そうだけど、友達だよ。おい、いいか、この綺麗な景色を見渡すんだ。親はいないだろ。こんなにチャンスがあふれる完璧な状況はそう簡単に作れるもんじゃねえ。お前とアシュリーが二人っきりになれる土台は十分だ。お前は完璧な紳士だった。ここで一発決めろ。分かったな。こっちへ。かもね。お前はハンターだ。恐れも情けもない。いいか、あっという間に落ちるさ。はいはい、分かったから。もう。それでどうやってうちのロッジに押し入るつもりなんだ？そんなこと一言も。考えあったんじゃねえの？早くいいアイディア出せよ。じゃないと可愛いレディ4人のケツがみんな凍っちまう。そんなことになったらやるどころじゃなくなっちまうぜ。まあまずい、凍ったお尻は嫌だな。ここら辺かな。充電が切れかかってる。あ、GPS も切れるのかよ。え、これ。こういうとこでこそ使うはずなのにね。え、クリアホッキング。え、なんで？その話しかしないだろ。だってこいつを使えばなんだって。ロッジに入れるアプリもあるってのか？ない。女の子と夜を過ごせるアプリは？それならこれで。いや、ないね。正しい答えはないだ。よし、いいぞ、天才くんのお出ました。いいね。あれです。お、よいしょ。もう怪力やね。その怪力なんかな。どうか知らんけど。こっから入れますね、上。ほらよ。おう。倒れとるがな。大丈夫。クライミングの授業受けときゃよかった。体育のこと？そうそう、ロープを登るやつ。お、ん？僕のせい？多分違う。ほら、これ使え。よいしょ。なんか受け取ったよ。おお。そうだ、クリス、いいこと思いついたぜ。本当？ん？最高に。何さ？いいか、確か洗面所の一つに俺のデオドラントが置いてあるはずだ。そいつと一緒に使うんだよ。全然わかんないよ、デオドラントどう使うのさ。スプレーだよ、吹きかけろ。ああ、なるほど、納得。火炎放射器さ。子供の頃思い出すよね。火炎放射器だろ。スプレーをライターに向けてプシュッ。凍っ
った鍵にバイバイ。その通り。あとは任せた。俺はちょっと別の用事がある。ちょっと暗いけど大丈夫そうか。まあやるしかない。安全を祈るぞ、うん、旅人よ。旅人なんか。よし、では行きますか。お、なんか押してますね。何やろ。あー、これか。トーデムか。なんかが。あー、くしゃみが出た。すみません。あー、なんかちょっと寒いかな。どこ行けばいいんや。まあ、台所なんやけど。うん、ここには何もなさせんね。お、なんかありますね。お、家族写真か。ベスト判断と女子と母親と父親がいますね。どこにおるかな。あ、なや、今のなんだ。こっちは何もないと。なんかあるかな。無理か。お、なんかあった。ここか。ちょっとクリス、何なのよ。え、なんでわかったんだよ。なんでわかったんだよ。早く鍵を開けてよ。了解。まあせやな、開放式にしてから本当こっち台所違うんか。ちょっと戻るか。ちょっと早足で戻りましょう。こっちだったっけ。じゃあ台所は向こうかな。あっちが、あれやったから。よし、戻って。よしよしよし、戻ってきたぞ。こっちか。こっちなのか。いや、違う。あれ、なんや、ここ。2000年6月5日、アルバークビューグル。まず管理人、放火罪で起訴。映画界一家に復讐を誓う。チーフレポーター、チャーリー・スコット。ミクター・ミルグラム氏52歳は、昨日ブラックウッド・パインズにて起こした卑劣な放火の罪で16年の懲役が課された。ミルグラム氏は、ブラックウッド・ジャンで、かつて営まれていたホテルの管理人を28年間にわたり務めていた。だが、ハリウッドのプロデューサーでもあるロバート・ワシントン氏が、ブラックウッドパインズを購入した際にミルグラム氏は解雇されたと見られる。なるほどね。そんな覚悟あるんですね。まあ今日はこのゲームと他にもいろいろ実況ね、上げていきたいと思います。まあ18時頃ですかね、上げるとしたら。まあ今撮ってるの12時なんですけど。あれ、どこらへんや。どこ行きゃいいんや。あ、なんかでも向こうあったかなんか。あ、こっちなんかあるね。ちょっと行ってみますか。お、
ここなんかあったよ、なんかあったよ、なんかあったよ、なんかあったよ。ワールツー。おお、いざダンスパーティーへ。ハンナスムマイクエミリー。なるほど。家族写真ね。あかんか。それせよな。それそうやわな。誰もいないし、誰もいないしね、誰もいないしね。登ったら怖いけど。てか台所どこやねん。台所もしかして穴埋めなんかな。一旦ちょっと行ってみますか。よし。小刻みに動く窓。なんや。他？違うな。なんか開いてる。お、なんかあった。え？おお、終わりでした。おお、見た！くそ！なんだよ。いやー、マジでびっくりした。あかんわ、ほんまびっくりした。今の何？大丈夫？多分クマかトラって感じかな。うわ、ちっちゃな赤ちゃんイタチじゃない。赤ちゃん？平気だよ、お前も大人になれる。マジびっくりしたよさっき、ほんま焦った、ほんま静かやったから余計にびっくりした。ほんま暖かい我が家だぜ。これのどこが暖かいってるんだよ。ああ、ほんと中に入れてよかった。寒いけど外よりはマシ。火を起こしてくるよ。全然変わってないな。誰も来てないしな。警察が出入りしてたでしょ。さ、最近は落ち着いたんだよね。うん。やあ、みんな元気か。やっほー。よマイクいた。まあくつろいでくれよ。ああ、そうする。ああ入れよ。荷物置いて好き勝手やりな。どうせ言われなくてもやり放題だろ。おい、いきなりなんだよ。こっちかな。さっきエミリーと何してたんだよ。は？お前らを見た。望遠鏡でな。さっき偶然会ったんだよ。久しぶりだったからハグをしただけ。法律違反？うん。こっちやね。そうか。だよな。ああごめん、ちょっと疲れちゃって言い過ぎたよ。いいって気にすんな。悪い。ああいいって。うん、いってって言ってるやつがちょっと怖いんですけどね。まあ今のところ謝ってたけど。